知事、私知事に伺いたいことがあります。何や。なぜ県民に今まで禁じられてきた村芝居をお許しになったのですか。それに統制の厳しかったお酒やタバコまでも。そうやな、軍がやってきてから県民は飛行場建設、陣地構築、食料増産と必死に働いてくれてる。そやけど日向君、それに報いるもんは何やと思う。敵の上陸戦やったり集団玉砕かもしれん。こんな時や、人間ちょっとぐらい楽しみがあったってええんとちゃうか。知事、さっき踊ったカチャーシーの意味をご存知ですか。どういう意味や。喜びも悲しみもかき混ぜてみんなで分かち合う。喜びも悲しみもかき混ぜてみんなで分かち合うか。はい。日本における唯一の地上戦、沖縄戦で命を守り抜こうとした人々がいました。私行きましたよ。沖縄行くんは死にに行くようなもんです。俺は死にたくないから誰かが行って死んでくれとはよう言わん。私が万一元気をなくしとったら遠慮のう叱ってくれな。警察部長の新井泰造です。死ぬな。疎開のためにそれぞれの職域を超え共に一致団結して頑張りましょう。チームワークや。生きている衆の恥ずかしめを受けず。心配しないで、きっと神風が吹く。全県民を総動員すべき時が来た。できるだけ多くの敵を引きつける。本土決戦までの時間を遅らせるのだ。多くの将兵や沖縄県民はそのために死んでいたのですか。この戦争が終わったら学校に戻れますか。ここで自決します。生きろ、生きてくれ。カチャーシーの意味をご存知ですか。喜びも悲しみもかき混ぜてみんなで分かち合う。ここに最後まで残ります。試合はまだ終わっていません。警察官を総動員して知念半島に誘導します。生きて家に帰るんや。最後まで戦い続けた2人の官僚と沖縄の人々の今伝えたい命の物語、島守の道。